大黒のプレスバック前を向いた相原、相原ドリブル横パスからシュートだ、山岸同点ゴール。いや見事でしたね。山岸に背後背後って僕言いましたけど、まあ、相原が運びながらねよく見てましたね。はい、相原からの最後山岸でした。このシーンです、まあ、斜めに入って、まあ、3人の間を前向きながら山岸がスルスルと出てきて、まあ、背後にスペースはなかったんでね、ちょうど中央のゾーンにうまく入って、まあ、このダイレクトで打ったっていうのが